八潮ダム。八潮ダムは、栃木県那須塩原市、中川水系ナベアリー沢川に建設されたダム。高さ90.5メートルのロックフィルダムで、東京電力の大規模用水式水力発電所、塩原発電所の上、八潮調整地を形成。主体系、サビ川ダム湖、ダビ川調整地との間で水を往来させ、最大90万キロワットの電力を発生する。 戦後の電力会社再編成により1951年、昭和26年に発足した東京電力は中川水系にて稼働していた水力発電所群を継承した。これらはいずれも出力1万キロワットに満たない規模の小さなものであった。経済の発展に伴い増え続ける電力需要に応え、利根川水系、品野川水系において、 大規模な溶水発電所を建てしていた東京電力は、次なる建設候補地として、中川水系放棄川の支流、サビ川に決定。ダビ川ダム、八塩ダムという2機のダムを新設し、出力90万キロワットを得る塩原発電所の建設に着手する。塩原発電所の会計を形成するダビ川ダムは、ダビ川の支流、小サビ川に、 上池を形成する八塩ダムは、旅川ダムに注ぐ鍋有沢側に、それぞれ建設されることになった。前者は、ダムの形式としては、定番の重力式、コンクリートダム。一方後者は、射水壁として、アスファルトコンクリートを用いた表面アスファルト、射水壁型フィルダム、アスファルトフェイシンフィルダムである。これは岩石を積み重ねて築き上げるロックフィルダムの一種で、 上流側の斜面3.7ヘクタールにわたってその表面を厚さ37センチメートルのアスファルトで舗装し、水を受け止めるというものである。その高さは90.5メートルと、この形式のダムとしては世界一の高さを誇る。両ダムは有効貯水容量を等しく760万立方メートルに設計した。発電所は両ダムの中間。 地表から300メートルの地下に形成した人口の空洞内に設けられ、1994年、平成6年6月24日に1号機、2号機完成をもって一部運用開始、60万キロワット。1995年、平成7年6月16日には、最新の可変速用水発電システムを導入した3号機が運転開始となり、 総出力は90万キロワットとなる。以来、今日に至るまで運転を続けていた塩原発電所であったが、その陰で不適切な行いがあった事実が明らかにされている。八塩ダムには、固定から水が浸透し流出するという問題があった。二ダム間であらかじめ定められた量の水を往来させる巡洋水式発電所としては、 致命的な欠陥が発電所運転開始後も長きにわたって技術者を悩ませることになる。八塩ダム周辺は日光国立公園に含まれるとあって開発にあたってはダムを構成する岩石材をダム固定に沈む地点より採取したり、拉致化した箇所は緑化に努めるなど自然環境に配慮。完成後も八塩ダム、ダビ川ダムへの立ち入りは制限されている。 東京電力は、東北自動車道、西那須の塩原インターチェンジを出て、すぐ、国道400号沿いに、PR 施設として、テップコ塩原ランドを設置した。毎週月曜日及び、年末年始を除き、9時30分から16時30分まで、開館。入場は無料。ただし、現地の見学については10名以上の団体で、かつ事前申し込みを必要とすることもあり。 個人での見学は難しかったが、2011年の東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故の影響で東京電力の広報活動を大幅に縮小せざるを得なくなったため、現在は施設が廃止され見学することができない。なお、八塩湖という湖が存在するが、これは木の川の川地ダムが形成する人造湖であり、 八塩ダムとは関係がない。また近隣に塩原ダムというダムも存在するが、これは栃木県営のダムであり塩原発電所とは関係がない。東京電力は2006年、平成18年12月20日及び2007年、平成19年1月24日の報告、プレスリリースの中で八塩ダム、ダビガーダムにおける不正行為を明らかにした。 東京電力は、まず八潮ダム湖の大砂量データ改ざんについて、明らかにした。河川からの自然流入がないことを理由に、本来必須であるはずの大砂量計測を実施せず、値を例として報告していたのである。これは同じく、栃木県内にある、東京電力の用水発電所、今市発電所用上部ダムである、栗山ダムにおいて行われていた不適切な扱いを、 増収してしまったものであった。2002年、平成14年に発覚した原子力不祥事がこれを見直す天気となり、実際に計測を行ったところ、約15万立方メートルの大差が認められた。その後の計測で、大差量が確実に増加傾向にあることを把握していたが、報告値は依然として、例のままであった。さらに八塩ダムの抱える。 漏水の問題を背景としたダム水位、流入量、流出量データの改ざんが明らかになった。そもそも八潮ダム完成により、固定となる部分に水が浸透しやすい箇所があことは建設前から知られており、当時は対策工事により、漏水量は1日あたり5000立方メートル程度に止まると思われていた。しかし、実際に淡水したところ、 想定量の15倍に相当する、1日あたり7万6千立方メートルもの漏水を確認。漏水対策工事は発電所の運転開始後も続けられ、徐々に漏水量の減少が見られるものの決定打には至っていない。漏水による貯水量の減少分は、河川からの不正取水という形で補われることになり、辻妻合わせのための隠しデータ改ざんが、 幹部級社員の了承のもと行われた。不正取水量合計はダムの有効貯水容量の実に10倍に達するという。2007年4月20日、国土交通省は塩原発電所に許可していた河川法第23条が定めるところの流水の専用の許可を取り消すという前代未聞の厳しい処分を下す方針を示した。塩原発電所の運転を再開するためには、 八塩ダムに抜本的な漏水対策は施し、使用許可を求める申請を再度提出しなければならない。東京電力はすでに2007年1月29日より、塩原発電所の運用を停止し、漏水対策に向け調査を開始している。なお、八塩ダムの安全性自体については、立ち入り検査により、問題のないことが確認されている。2007年。 平成19年7月16日、新潟県中越沖地震が、東京電力の柏崎刈羽原子力発電所を直撃し、7すべての原子炉が長期停止を余儀なくされてしまう。梅雨明けを控え増大する電力需要に対し、供給力の不足を懸念した東京電力は、他の電力会社に電力融通を求めるとともに、不正発覚以来停止中の塩原発電所を、 切り札として使用できるよ。国土交通省に対し使用許可を求めた。国土交通省は、同年7月30日、同日から9月7日までの期間、電力不足に際しては緊急、暫定的に使用できるよう措置を講じた。東京電力は、本休み明けの8月21日に、電力不足が予想されるとして、当日の未明よりダビガーダムの水を八塩ダムに、組み上げ、 いつでも発電できる状態にして待機させた。当日の最大電力は6、013000、キロワットであり、塩原発電所の稼働は見送られたが、翌22日はさらに電力需要が増加し、当日13時過ぎに、塩原発電所の運転を開始した。当日の最大電力は15時に6、147万、キロワットを記録し、2007年度の最大電力を、 更新。首都圏は、塩原発電所の緊急運転と合わせ、さらなる電力融通の応援、同時に随時調整契約を結んでいる大口事業家、一部の大工場などへの電気使用抑制により、この危機を乗り切った。2008年、平成20年旅もまた、柏崎刈羽原子力発電所の運転再開見通しがつかない東京電力に対し、 国土交通省は7月28日から9月12日までの期間、塩原発電所を緊急、暫定的に使用できるようにする措置を講じている。その後、漏水対策工事計画を提出し、2009年3月12日、再び水利使用許可書を受領した。計画書では工事開始は2009年5月、完了は2015年7月31日の予定で、 工事開始よりも先に許可が降りたことになる。なお、工事を行っても漏水が当初の想定以下まで減少するかは不透明なため、東京電力は工事の試行は効果を見極めながら行い、運転再開は暫定として第一段階の工事完了後としている。漏水が止まらなければ再度推理権が取り消される可能性もある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。